人魚姫。昔昔のお話です。深い海の底には人魚の国がありました。六人姉妹の末っ子人魚姫は地上の世界に憧れていました。今日は15の誕生日。とうとう海の上へ行けるのね。ドキドキしながら水面へ向かって泳いでいきました。水からぽっかり頭を出すとバラ色の夕日が見えます。向こうから立派な船が近づいてきました。ダンスパーティーが行われているようです。その中に一番星のごとくきらめく王子がいました。素敵な方。人魚姫は時を忘れてうっとりと見つめました。その夜、嵐がやってきました。稲妻が光り、波が盛り上がって船は大きく揺れました。王子様が落ちたわ。人魚姫は夢中で王子を助けました。なんとか陸へたどり着いたとき、女の人がやってきました。慌てて隠れたところで、王子が目を覚ましました。あなたが助けてくれたのですね。女の人に微笑む王子を見て、人魚姫は胸が苦しくなりました。人魚姫は海の魔女を訪ねました。私を人間にしてください。魔女はにたりと笑って薬を差し出します。お前の声と交換だよ。話せなくなるだけではありません。王子と結婚しないと海の泡になってしまうそうです。それでもください。人魚姫は迷わず薬を飲み干しました。気がつくと砂浜に倒れていました。尾びれが消えて足がありました。ちょっと動かすだけでズキズキ痛みます。どうしましたか？目の前には憧れの王子がいました。嬉しくてお礼を言いたいのに声が出ません。きっと辛い目にあったのですね。王子は優しくしてくれました。人魚姫はそれだけで幸せでした。しかし、お別れの日が迫っていました。王子は明日、隣の国の王女と結婚するのです。助けてくれた恩人だからです。王子は教えてくれました。あなたを助けたのは私なのに。声が出なくて言えません。真夜中、姉さまたちがやってきました。みんな、長い髪が短くなっています。死んではダメよ。髪と交換で魔女からナイフをもらったわ。これで王子の心臓を刺しなさい。そうすればあなたは人魚に戻れるの。急いで。もうすぐ夜が明ける。人魚姫はナイフを持って王子のベッドへ行きました。けれども、できません。大好きな王子様を刺すなんて。朝日がキラキラ輝き始めました。人魚姫の体は透き通り、泡となって空へ飛んでいきました。